よ、大丈夫です。ということでね、今日も、原曲、クララ実況やっていきたいと思います。ということで、皆さんにね、一つ質問です。最強のデッキ知りたくありませんか？新環境になってね、環境変わったの？それとも変わってないの？どうなの？っていうね、思ってる方ね、いると思うんですよ。そう。そしてね、新環境で今一番ね、勝率の高いデッキあるんですよ。それがね、勝率、77% ということでね、非常に高いんですよ。これはですね、まあね、僕の動画を見ている方ね、トロフィーゼロの方から、トロフィーね、8500ぐらいの方までね、いっぱいいると思うんですよ。まあそのね、言うてしまったら、そのね、見てる人全員がこのデッキを使って、まあ、勝率 77% になったみたい。全プレイヤーが使って勝率 77% なので、ね、もうえぐいデッキね。紹介していきたいと思います。ってことでね、今日紹介する最強デッキはこれ。ロイジャイですもんね。このデッキめちゃくちゃ強いんですよ。今ね、勝率ナンバーワンデッキなんで、ね、これを使ったらね、もう絶対に負けませんってことで、今日も、原曲マジやっていきたいと思います。なんですけどね、このデッキね、さあ来ました。BM ミナレットということでね、ミナレットさんよろしくお願いします。よろしくと、いう感じなんですけれども。まあね、このデッキをね、使って、負けるわけがないというところなんですけどね。いやー、これやだなー。墓石見た瞬間、俺もうラバなんですよ。でも、ラバーにはね、こう明確な立ち回りがありましてね。ファイウェアブーが来たんで、ここはロイジャー行っちゃいます、一回。で、一回、ここね、スケドラつけて、ヒースピーつけるんですよ。そうすることによってね、このように、ババが出てきて、ババ墓石ザップが来てもね、一発ぶち込んでね。しかもスケドラで全回収することができるということで、ね、このデッキもここがぶっ壊れているんですよね。そう、もうファイボーマスケ、ケツマスケしてファイボー切らした瞬間もうね、勝ちっていうね、そんなデッキになってます。さあ、序盤でね、ハシマイロイジャーをしたにもかかわらずね、相手の半分近く削れる、このデッキなんですけど、まあラバなんでね、さあ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 、ここはね、マスケをケツから出していきたいと思います。で、俺のケツからもマスケ出しようかなって言ってね、はっ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 と、言ったところであるんですけど、さあ、ここでね、まあ、ここね、バルーン先行させていって、相手のファイボ、回るかな、回んないか、際なんですけど、ここでね、やってあげることによって、よいしょ。ね、さあ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 、え、やばい、ちょ、待って、やばいやばいやばい。やってる、さすがに。いや、待って。いやー、本当はねー、あれなんですよ。いや、痛い。ロイジャイを、先にラバー相手が展開してから、ロイジャイ逆サイをぶち込みたいところだったんですけどね、僕はね、ロイジャイを展開してしまったので。さあ、相手はね、3が5からの、が来ると思うんですけど、ここね、ババ行きます。で、相手はね、ザッパーなんで、ここね、さあ、ウッド。で、スケを消して、ねえ、もう一発欲しかったな、今。ただね、ここは受けないと、相手がね、簡単にできてしまうので。さあ、ここ。おっと。スケドラなんだ。ガゴかと思った。さあ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 、ここは、許容してやっていきます。さあさあ、レベル12なんでね、レベル差の暴力でね、ぶん殴っていきたいと思います。さあ、ここね、相手がね、ラバ展開すると思うので、ケツマスクからね、始まります。はい。マスクして、あー、これ、キワいっすね。おー、なるほど。よいしょ。もう一発、あー、ナイス！いや、いい、素晴らしい。やっぱね、強いカードは正義ですね。さあ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 、ここでね、ゴボリ、釣ってあげて、さあ、釣らないタイプのね、あえて釣らないタイプのゴボリなんですけどね。俺もよくこう、ラットとかとね、2v2 を練習していて、もしね、ミスったらね、いや、ライキさんこれずれてますよって言われたら、あ、これわざとって言うんですよ。そしたらね、ラットがいつもね、元気よく突っ込んでくれるんで、ありがとうございますって感じなんですけどね、さあ、ここロイジャイ、出していきます。さあ、で、ここで多分ね、速攻早いんで、もう俺見る前から、はい、余裕です。はい、ありがとうございます。さあ、ここね、ぶち込んであげてから、なーって、こうね、ビブラート聞かせながらね、ウッドぶち込んであげて、グッドゲームと、はい、いう感じでね、僕もね、笑ってあげましょうか。このちょっと、上位のね、スタンプで、ね、蹴散らしてあげてから、さあね、勝利と、いったところで、もう一戦いきたいと思います。いやー、このデッキですね、流行りのトリトンロイジャーにも勝ちやすいデッキなんですよ。相手が、こう、施設とかね、リーグとかでよく使われてるロイジャーあるじゃないですか。あれにも、ちょっとね、勝ちやすい。そう、ゴブリンを置いてね、相手の、こう、陸カードを待つことができるので、ね、こっち自陣で受けてからカウンターの動きができるといったところで、さあ、
おっってね。あ、やばい。さあ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 、この拳の効いた声ですよね。やっぱりこのクラロワっていうゲームは拳とビブラートがね、一番大事になってくるんだよね。こう、おっていう時もあれば、っていうね、あの時もあればって言ったところでさ、ここはね、マスクいきたいと思います。やべえ、それ。で、こうちょっと後ろにつってあげて。で、これね、スケをね、出す時のポイントなんですけど、これにね、出しちゃうと、逆にね、こう、2体の竹取れるように見えて、どっちのね、こう、ゴブリンも殺すことはできないんですよ。そうなんで、今みたいにこうね、後ろのスケだけに集中してあげると、ここのね、タワーっていうのは内側の、ゴブリンから殴り始めるんで。いや、これ、どうしよう。内側から殴り始めるんで、このようにスケで処理してから、こっちをね、集中してね、処理することができるんで、割とスケだけでね、今みたいに対応するときは、さあ、ここ、行きます！ってね。やりながら、さあ、ここ。そして、バルキリーとかなんかが来るでしょう。さあ、ヒスピ。いやー、インチキです。このカード、クラロワにあっていいのかと、言わんばかりのね、回復量ですが、さあ、ここ。消して、プリン消したら、スケで釣ってあげます。で、まあ、こっち側がね、266まで削れているので、おっと、おいしい、ありがとうございます。お礼をね、いいね、こうやってお辞儀しながらね、ファイアボールを打っていきたいのが、さあ、チノさんってことでね、ご中佐の方でしょうか。さあ、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 さあ。でも俺ね、一回、こう、アニメのね、結構俺、ラブライブとか、ご中佐とか見てたんですけどね、クララ最強決定戦、だっけ、8000最強決定、なんか、ドズさんが開いてくれたイベントの時に、こうね、ラブライブのね、キャラクターの真似をしたらね、ファン、ラブライブのね、ファンの方からね、熱い、なんだろう、指導をね、受けましてね、お前舐めてんじゃねえぞ、殺すぞっていう感じでね、言われたんで、気をつけたいと思いますね、非常に。さあ、ここ、バレル。よいしょ。さあ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 、これファイブ打ってもよかったかな。アニメのキャラクターに触れる際にはね、皆さんもね、十分、お気をつけなすってと、言ったところで、さあここね、ゴブ小屋で対応していって、こいつをね、竹も取りながらね、やっていくことによってね、ちょっと上手く見えると、言ったところがね、いいんですね。まあ、こっち1700まで削れてるんで、もしね、こう来たら、いや、ウッド。さあ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 。よいしょと、スケと一緒にやってあげて、まあここはね、あとはロイジャイからの、ヒースピをね、ぶち込んであげれば、まあまあまあ、軽く一発はぶち込むでしょう。さあ、スキャミ来るぞ。バボースということで、グッドゲームですね。これ、ドヤ顔で。って感じでね、グッドゲームを押してあげるとね、相手もね、喜ぶといったところで、さあ、3戦目いきたいと思います。いやー、このデッキね、マジで強いんですよ。本当にね、勝率 77% ということは、まあ、5回に1回ぐらいですかね。5回に1回ぐらい負けるっていう感じなんですけど。まあ、僕はね、勝率をね、下げるわけにはいかないんで、このデッキの勝率上げていきたいと思います。さあ、ここね、ホグが殴る前にこのタイミングでウッド打ってあげることによって、こうなるんですよ、ホグが。だからこれ普通にこうやって走っていって、こうウッドするよりも、殴る寸前で、こうだったからね。やっぱちょっとモーションにかかった分の時間がね、リセットされるんでね。おすすめです。ということで、結論。まあ、ホグとかね、そういう高回転系のデッキにはね、単純に、こう、マスケと、こう、ボムタワーとかね、大砲散らされるので、結論しないと、ね、絶対通んないんですよ。そう、どっちかにね、ファイブを打っても、やっぱ、ウッドノックバックとかね、アイスピー止められたりして、全然入んなくなっちゃうんで、そこら辺ね、気をつけて、いただけたらなと思う所存ではある。さあ、マスケに全く当たっていない。さあ、行こう。ドン。あ、オッケー。ドン。ドン。やばいやばいやばい。終わったんじゃね？終わったんじゃね？これ。このデッキね、ガゴムレはダメって言ってたんですよ。このデッキ作った人が。そう、ガゴムレだけはダメって言ってたんで。さあさあさあ。いやー、これいって、マジで。さあ、ただ、ここにね、いや、いた。いた、いたすぎて、草ですね、これは。さすがに草も生え、大草原といったところでね。さあ、ここね、結露行こうか迷うんですけど。いやー、オッケー。おいしおいしおいし。ごぼりでね、ぶち。ブチ完封してあげて、さあ、ここね、スキャミが来ると思うんですけど、このゴボリにね、つけてあげることによって、さあ、ここでヒースピをつけるんですよ。そうすることによってね、もし、マジ？なんもださん？なんもださんと？ってね、九州の人もね、びっくりしながらね、突っ込んでくれると思うんですけど、マジで、いや、俺、出身地いじり大好きなんですよね。申し訳ないんですけど、本当にね、テンゴットとかの時にひたすらいじってました。マジで。まあ、お前も埼玉やないかと言われたらね。まあ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 、落ち着いてくださいよ。っていう話ではあるんですけどね。
やっぱこう大分とかね、あの大阪の人を見るとやっぱね、なんかせやねんとか言って言いたくなるんですけど、大阪の人はちょっと危ないですね。さあ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 、さあここ行きたいと思います。ディディディーン。さあここ、そしてやべ、ミスった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 、もしかしてジャイスケラの民か。よいしょ、回復してあげろー。でここでウッドですね、このタイミングで、こうなるんですよ。さあさあさあ、ここでね、一旦チェイチェイチェイといったところでガゴムレ切ったんで、まあここ一回ケツマですかね。ケツマワンチャン、ここ真ん中ジャイスケアミとか来るんで、あー来るやつだこれ、絶対俺にはわかる。さあバルキリーを寄せてあげて、さあさあさあ、神のバルキリー3回受け。いやネクロやっちゃってんな、やってくれたなって感じなんですけど、まあ一回ね、外側からやっていって、いやマスケとかね繋げられた時結構めんどくさいですね、結構めんどくさい。でこういう範囲ユニットをタゲ取りながら俳句してあげて、マジか主、よいしょ。ここでヒースピとかあったら神だったんですけどね。さあ真ん中ジャイスケアミか、真ん中ジャイガゴムで来そうですね。ファイボ切ったんで、さっきファイボ切ってから速攻で突っ込んできたんですよ相手が。なんでまあこんな感じでね、軽くいなしてあげるとね、相手も喜びますよといったところで。さあただ相手はね、こっから、いやこれファイボかな、はい、このね、腹から声出しましょう皆さん。さあこれ相手ホグ回ることをね忘れちゃいけないですね。忘れそうなカードばっかなんですけど、さあさあコロイジャー行きます。でファイボを打ってくるのかな、さあ打ってこないですね、全然打ってこない。さあ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 、おっと新しいファイボー、それは新しい、さすがに。さあさあさあ、ここはチャンス来るぞ、チャンス来るぞ。さあここでスキャミ、忘れた頃に来るスキャミ。さあさあさあ、いけ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 、よし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 、来た来た来た、オッケー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 、いやいい、悪くない。やっべや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 べ、死ぬ、やべ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 、さあということでね、3戦目やっていきたいと思います。さあね、このデッキね、勝率 100% なんで、ね、まあさすがに、ね、自分のね、このプロである私がね負けるわけがないということでね、よろしくお願いします。ブロシコブロシコってことでね、俺もこれ勝ってね、ブロシコって感じでね来てたんです。ケツ、先にディガー来てくるということはね、あのラバ使いはねこの速度でね、あのディガーを切らないんですよ。なんでね、あゴブジョイ使いですねってね言おうとしたらゴブジョイが来たんでね、まあやっぱね僕の予想は正しかったといったところでね。さあここね、いやーそれはちょっと違いますよお兄さんって感じなんですけど、まあここねウッドウッド温存してね、まあこういうゴブジャイギャングみたいな、ね、人はね大体スキャミとかね、あとはバレルとかね入れてたりする結構変態型の人なんで、いやーこれどうしよっかなー、まあブルシコされてしまいそうなんでね。さあ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 、いやーこれでも相手ここであれなんですよ、あのゴブジャイまだ回ってないんでね、この端前圧かけてあげることによってエッチな感じになりますね。エッチな雰囲気にすることができます。さあ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 、ここ。やっぱね、雰囲気が大事と、言ったところで、ね。さあ、ここ。ゴブ、なーん。よいしょ。ここはね、許容して、で、ゴブを折り立てて、僕はね、ちょっとしたエリアドを取ってるのね、ここ、ケツロイジャイからね、組み立てていきたいって言おうとしたんですけどね、今引っかかりましたか。このデッキね、あの、スパーキーがね、いるんでね、やっぱケツロイジャイ良くないんですよ、絶対に。そうなんで、まあ、ここはね、延命しながらも、逆サイですね。はい、ふー、ジコちゃんって感じだね。俺よくね、この、小学生、中学生、高校生まではね、ルパン三世に似ているとね、まあ、あれですよ、完全に今の声とかではなく、声はなんなら似てないんですけど、見た目ですね、見た目。お前、ルパンみてえだなって感じでね、みんなに言われてましたね。さあ、ここね、どうせザップ来るんで、はい、わかってますよ、俺はもう。まあ、相手今ね、1襟でね、こう、ザップをこうずっと連打して、2襟になった瞬間、パーンって言ってくる民ってね、俺は分かってたんでね、もう、スケがあるうちからね、ごぼうり置いてました、ね。さあ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 
さあマスケ、を出してね。さあ俺ねマジルパンだったんですよ本当に。実はあんま言いたくないんですけど、俺もう本当にルパンだなってねみんなから言われてました、ね、少年野球から、思えば少年野球からね。そうで、しかもそれすごいのが、俺のルパンっていうのを知らずに、あのルパンってあだ名つけた人がね、3人ぐらいいたんですよ。そうマジで、だから多分もう共通でね、共通で俺はルパンなんだなっていう感じだったんですけど。さあここね一回ごぼりに打ちます。でここで、盛りってしてあげることをやってね、あの五分盛りにねすることができます。さあ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 、いやこれワンチャンおられるなこれ。よいしょ。さあこれねウッド出してあげることによって、惜しかったねー、チッ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 って感じでね、あのグッドゲーム、やってあげたいと思います。さあ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 、まあ惜しかったですね。結構いいプレーしました彼は。皆さん褒めてあげましょう。おめでとうございます。勝率 77% ね、デッキに出してね、これほど、立ち回れたらね、彼は誇るべきことなんですよ。さあグッドゲームといったところで、ラストいきたいと思います。いやーマジでね、このデッキを使ってね負けるわけがないんですよ今のところね。僕ね4連勝中なんですけど、あのね一切負ける気配がありません。あの危なげもない正直。さあ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 、ネウロンバルトっていうことでね、どういう意味なんだろうね本当に。いや漏れても、あの基本的に英語、あのローマ字までしかね、まあ、読めないんでね、パソコンでこう文字打つのがギリなほどね、英語が読めないんですけど。さあさあさあ、これなんて読むんだ、ニューロンなのかな、まあ、ニューって言うもんね、よく。ニューロンボール。あ、でもニュー、これか。ダフリューだ。さあさあ、そういったところね、額がないところもね、披露していきつつ、このデッキね、基本的に街からね、行くことができます。まあ、俺がね、今、1戦目、2戦目、3戦目、4戦目、全部ね、こう、後ろからね、スケドラ出してね、ロイジャーいっぺーんって感じでやってたんですけど、もう序盤はね、ロイジャー出しません、絶対に。このようにね、ロイジャーを出さないことによって、さあ、ここね、ファイヤーベーってね、拳とビブラートをね、効かせながらやってあげることによって、さあ相手はね、今何が起きたか分かります皆さん。分かんないですよね。ここね、6アド取ってるんですよ。6アドじゃない、嘘つきました今。全部嘘です。今、俺が言ったことすべて。さあ相手はね、まあディガーを飛ばすことはできても、まあ雑歩切ったんでね。さあ回復。なあ、ヤナメすらもね、もう、やべ、オッケーオッケーオッケー。相手はね、ロイジャイにインドラザップを切ってるんで、そうするとね、ケツラバして、端前にね、紅葉をつけることができないんですよ。だから、こうね、ケツセパして一体でも残すよね、絶対ロイジャイつけた方がいい。で、インドラには基本的にね、ファイバー打たなくてもいいかもしんない。うん。ババが来たらファイブ打つことによって、もう一枚ね、引き出せるので、ここでロイジャイ。ここでロイジャイって感じでね、霜降り明星風にやってあげて、さあ、ここで来るぞ、なんか、インズラかな、インズラが来る。いや、インズラ来るならなんで足した俺は。なんで足したんだ。さあ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 、ずらずらね、ずらずらと、連ねてあげましょう。さあ、ただね、相手はね、依然としてさっきと状況は変わりません。ここでね、ラバーをね、ケツから出してからね、プリッって感じでね、あんまね、こういうことを、こういう表現したくないんですけど、プリッって感じでね、ラバーをね、出したんですけど、ここ、俺の必殺技、見ておいてください。見ておいてくださいってね、かの、本田圭佑選手もね、言ってると思います。さあ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 。そう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 。いや、うますぎー、うますぎーって。自分リツイートいいですかっていう感じでね。一時期流行ったね。ツイッターのね、感じと、似せていきつつも。よいしょ、さあ、リセットかけていく。まあ、このデッキね、ファイボーしかね、インドラのね、リセットがないのでね。若干、苦しい、ところもありますがと。いったところなんですけど、まあ、これワンチャンね、まあ、こっち側、打たれるというかね、まあ、死んでもいいですね。なんならこっちおられてもいい。もう今から折らしてあげようか。折れるもんなろってみなっていうね、感じはあるんですけど、ここでね、ロイジャイ出してあげて、お、うまい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 。すごいすごいうまいやばい負ける、やばい負けるこれ、どうしようやばい負けちゃう、って感じでね、最後にね、このね、俺がね、騒いでる様子映っていないので、相手は知らないので、こうグッドゲームとね、押してあげることによって、まあね、この、善人感を醸し出せると。いったところでね、今日はこのデッキをね、紹介していきました。またね、強いデッキ見つけたらね、紹介していきたいと思うので、もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。またね、明日、ポノス VS キックス戦ですね。うん。
クララリーガルので、あれですね、日本人のユウヤ選手が所属するチームですね。なんで、もうバチバチの、もう日本人同士のね、相撲がね、見れると思うんでね、ぜひ皆さんね、金一封をね、持ちながら、待機してもらえると思います。ということで、今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。